こんにちは、管理人です。本日は TX700XN に搭載していたスロットルサーボが変な動きをしているんで動画にしてみたら、あまりにもシュールな動画になってしまいましたので、紹介してみようかと思います。あ、また、止まったー。指で弾くとまた動き出します。きっと付属のサーボですが、まだ3フライトしかしてないのに、壊れるって。怖すぎです。スロットルサーボが変な位置で、固着されたヒニャーやばすぎでしょう。寸法的にはスタンダードサーボが、搭載できそうなのでフレーム改造して、乗せようと思いますが、最初から耐久性のあるスタンダードサイズにするべきでは、と、思ってしまいます。しかし、JR プロポの XNB8925 は、静かです。では皆さんごきげんよう。